誰かを思い出さないか、秀吉。あんたは主君を裏切った。そんなもんどう考えたってイカ様じゃねえか。お前にそう言われると刑事に責められているようで辛いな。悪いな、守るためにはこっちも負けられないんだ。剣術かい、それとも蹴り、好きな方でやってやんよ。次は絶対負けねえ。